私がじゅんくんと結婚したいなと思ったじゅんくんの素敵なところは、物的な価値よりも思い出や気持ち的な価値を大切にしてくれて、私の大切なものを一緒に大切にしてくれるところです。これからいろんな壁にぶつかることもあるかもしれないけれど、じゅんくんとならなんとかなるような気がしています。毎日を丁寧に、笑顔が多めで、これからも楽しくなんとかやっていきましょう。私と出会って結婚してくれてありがとう。これまでも、そしてこれからもじゅんくんのことが大好きです。じゅんくんに伝わせたいこと。一日一回は必ずハグをすること。いくつになってもお互いのことは名前で呼び合うこと。デートの時は手をつなぐこと。リスペクトくん、サブレちゃんと同じくらい、じゅんぺいくんを大切にすることを誓います。My face was sore from your struggle, but I still wanted more. And all the miles that we spent in the air, where we're going, I don't care. I'm just so glad that you were there that night. ちょっと白には、素敵に仕上がる。なるね。Because I got to say.So, I'm in love with you. What are we gonna do? So, I'm in love with you. What are we gonna do now? ありがとう。お二人のために演奏させていただきたいと思います。はい、今非常に緊張してまして勤めされてました職場での同期となります。親子ほど年の離れた同期となります。ここまでこれまでも大変親しくさせていただいておりまして、今日のこの日を一緒に迎えれることをとても嬉しく思っております。乾杯。Thinking to myself, I guess I'm lucky. Your heart is sweet like honey. And in the evenings when we settle in bed, it's like you're in my head. How did I get so lucky? So I say it again. という時に非常にこう背中を押して。
なおかつこう仲間をしっかり守ってくれるような本当にあのそばにいる特にあのこのゆいさんなんかもすごいこうもう守りがいとかもすごいもうとにかく仲間のを守ろうと頼りがいのある本当にあの友人だなとずっと今も付き合ってくれてるんですけども感じております。純は小さい頃から優しく好奇心が強く何事に対しても一生懸命の子供でした。そんな純平が初めてゆりさんの話をした時、僕に似た人だから絶対大丈夫と言いました。私も良平もゆりさんという家族が増えたことを嬉しく思います。すいません、ユニクブラの仲間っていらっしゃいますか。バレーズだった方。 So, I'm in love with you. What are we gonna do now? Make me feel loved and treasured. You are water in the desert. ショックで ショックで立ち上がります。ありがとうございます。なんかちっちゃい時から見てるんで、今日すごい嬉しいです。末永くお幸せにお願いします。So, I'm in love with you. What are we gonna do now?料理は、時々一緒に作っていけますか。できます編集中にですね、もう自分も泣いてしまうぐらい、その選曲とかもいいものもらって、写真もすごい思い出深いものもありますので、ぜひごゆっくり見ていただければと思います。兄の陰にずっと隠れてた娘が自分らしさをどんどん出せるようになって、出会いってひょんなことで始まることもあるなと思ってすごく喜んでいます。 Take the pills and go to bed.But I'm still hooked on it. お祝いの言葉とか励ましの言葉いただきまして、とても感謝しております。優しく見守っていただきたいと思っております。お父さんへ、今日この場で直接感謝を伝えられないのがとても残念ですが、今も近くで聞いてくれていると思います。お母さんへ、33年前に僕を産んでくれてありがとう。そして、家事と仕事を両立しながら育ててくれてありがとう。いつもお母さんが、温かく僕を見守ってくれたので、僕は自由に、伸びやかに生きてこれたと思います。お父さん、特別子供が好きなわけでも子供の扱いが上手なわけでもないのに、私が小さい頃はほぼ毎週末どこかに遊びに連れて行ってくれたよね。私が少しでも笑顔になればと、あの時お父さんがしてくれて、お父さんなりの優しさの数々は今でも鮮明に覚えています。お母さん、お母さんとのことを思い出してすぐに頭に浮かぶのはやっぱり食べ物の記憶です。私が小学生の頃は一緒にお菓子作りをしたり、お母さんがパン教室に行った時は私が好きなメロンパンをたくさん焼いて帰ってきてくれたりしたことが私の中ではとても温かい思い出です。食べ物で家族を笑顔にしてきたお母さんを見て、私も食べ物でたくさんの人を笑顔にしたいなと思っています。どんな時もいつも近くにいてくれてありがとう。
鷹城家に生まれてこれて私は幸せ者です。これからもよろしくね。今日の結婚式は、私たち2人の結婚を心から喜んでくれる方たちを招待して楽しく過ごしてほしいという、ゆりさんと、ゆりさんのお母さんの、強い希望から鷹城家のお庭を会場とさせていただきました。ここをスタート地点としてこれからは夫婦力を合わせて楽しく誠実に生きていきたいと思います。